2月24日午後3時12分なるほど法律事務所。ごめんなさい、なるほどさん。お姉ちゃんがいきなりあんなこと言い出して。ああそうね、誠に恐ろしい犯罪にはこちらも恐ろしい手を使う。致し方のないことです。彼に正当な裁きを与えるため私は手段を選ばなかった。手段を選ばなかったっていうのが本当に捏造したっていうのかどうかはまだわからんな。私知りませんでした。まさか SL9 号事件が青影事件のことだったなんて。有名な事件みたいだけど聞いたことないんだよな僕。お姉ちゃんどうしても青影を逮捕したかったんです。だからあの日私の事件を利用したの。ちょっと待って、君の事件だって。資料にも書いてありますが、青影城の最後の被害者は検事の財門直人さんでした。財門さんの弟を殺害した時致命的な証拠を残したんです。その事件に茜ちゃん君が関わっているの？青影城はあの時私を殺そうとしていたの。なんだって君を？財門直人検事、財門さんの弟は私を助けようとして、かばって死んじゃったのか。それはじゃあ君は？はい、青影事件の法廷で目撃者として証言台に立ちました。なんてこったい。いろいろ聞いてみた方が良さそうだな。話してみよう。2年前のあの日ちょうど今頃の季節でした。雨が降っていて季節外れの雷も近づいていました。私お姉ちゃんのオフィスにいたんです。ケンジのオフィスか。お姉ちゃんの仕事が終わったら晩ご飯を食べに行こうって。そしたらそこへあの人が逃げてきた。オフィスに？そんなことあんだ。青影城どうやら追われていたみたい。ナイフを向けて叫んでた。私もう何が何だか分からなくなっちゃって。その時オフィスに財門健二さんが現れたんです。助けに来てくれたんだね。追いかけてきたのかな。財門直人健二、弟さんか。青影は私を人質に取ってナイフを向けました。でも一瞬早く財門さんがあいつに飛びかかってきました。そしてその時何が起こったの？私一生忘れません。雷が落ちて部屋の電気が消えて窓の外に激しい稲妻が走って目がくらんで、私の目に焼き付いていたの。あの一瞬が今も忘れない。目に焼き付いた一瞬気になるね。焼き付いた瞬間先に聞いちゃおうか。事件が起こった一瞬一体何を見たの？青影が財門さんを押し倒して凶器を振り上げていた。財門直人はこの子の目の前で刺されたのか。なるほど。その後は覚えていない。気絶しちゃったみたいでショックだったんだな、あまりに。お姉ちゃん、気がついたらお姉ちゃんが私を解放してくれていた。かわいそうにひどい目にあったんだね。すごい白紙。まあそんな顔になるよな。で、法廷か。私あの一瞬をうまく証言できなかったの。そうか。記憶が。必死に頑張ったけど言葉が出なかった。中学生だもんな。高校生だから多分中学生。絵で描いたりもしたけどそれも私下手くそで。2年前といえば14歳だ。無理もないよ。なるほど。あの事件の後私決心したの。科学捜査官になって今度こそ自分の言葉で犯罪と戦いたいって。それがきっかけだったんだね。そして決定的な証拠を見つける。そうすればお姉ちゃんが証拠を作る必要なんてないでしょ。知ってたんだ。そうだったのか。茜ちゃんのことをやっと理解できた気がする。でも事件の話には少し気になることがあるな。事件のその後、私青影が財門さんを刺した瞬間は覚えていないんです。雷で振り上げたタイミングだけってことだもんな。そのことは証言できなかったんだ。はい、私自分が襲われたことだけ聞かれました。だからお姉ちゃんは事件を作ったんだと思います。殺したってことにしたのか。証拠品の捏造かな。あの有罪判決は検事局にとって最も大きな勝利だったんです。お姉ちゃんが証拠を作ってそれを使って三剣健二さんが三剣健二さんきっと知らなかったんだと思います。リアクション的にも知らなそうだったよな。まさか捏造された証拠を渡されていたなんて。でもそれからなんです、三剣健二さんに嫌な噂が。全部私のせい。そんな根幹に関わってたんだな。私がしっかり証言できていればあんなことには。
形はどうであれ、三剣のやつ関わっていたのか。検事局の捏造に、そしてお姉ちゃんもあの事件が解決してからあんなに冷たい人になっちゃったんです。ああ、そこから壊れちゃったんだ。彼女に対して心を閉ざしてしまっている。気になること、一つ気になることがあるんだけど。何ですか？君は2年前巴さんのオフィスにいたんだよね。そうですよ。なぜ連続殺人犯がそんなところに逃げてきたのかな。そうだよな。しかもそれを追ってきたのが検事だったなんて。ああ、それなら簡単です。青影城はあの日取り調べ中に逃げ出したんです。ああ、じゃあ目はつけられてたんだな。取り調べというと警察に？ええ、もちろん舞台は警察署ですよ。警察局か。事情聴取の途中に逃げ出してお姉ちゃんのオフィスに。いやいや、だからなんでそこで巴さんのオフィスなのかな。だって取り調べ室とオフィスはエレベーターで直通だから。あれ、検事局じゃないの？エレベーターで直通？巴さんは首席検事だったよね。あ、もしかして私言ってませんでした？お姉ちゃん2年前まで捜査官だったんです。警察局でナンバーワンの凄腕だったの。へえ、捜査官から検事っていけるんだ。初めて聞いたぞ。あの青影事件の直後、検事局に移ったんです。首席検事として。いきなり首席になれるんだね。巴さんがかつて捜査官だった。どうやら本人の話を聞いた方がいいみたいだ。なるほどね。ちょっと聞いてみようか。そしたら留置所。こんにちは。こんにちは。あ、お姉ちゃん。なるほど、弁護士、あなたに迷惑をかけたようです。証拠品の捏造、まさかと思っていました。犯罪者は手段を選びません。こちらも覚悟が必要なのです。でもお姉ちゃんたちが間違えていたら無実の人を有罪にしちゃうかもしれないんだよ。確かにその危険は承知しています。巴さん、茜ちゃんからあなたのことを聞きました。何のことかしら。あなたは2年前は捜査官だったんだそうですね。そして SL95 事件をきっかけに検事局に移った。その通りです。聞かせていただけますね、その不自然な移動のことも。確かに不自然だな。偉くなるとしても他のとこ行くのはあなたには聞く権利があるでしょう。なるほど、弁護士、話聞かせてもらいましょう。今日の法廷でいろんなことが分かりました。やはり2年前の事件が大きく影響していること、あの事件の証拠品が盗まれた、なんとなく予想はしていました。ザイモン巡査の執念はよく知っていましたから。まあね、弟死んじゃってるからな。やっぱり不正があったんだね。お姉ちゃんを信じたのに。どんなことがあっても真実だけを見つめてくれるって。仕方ないのです、茜。2年前のあの事件で私は魂を売ったのですから。何かがあったんだな。今日の法廷の結論は一つ、事件当日の午後5時15分警察局で殺人事件はなかった。嘘だよね、証人が。お京さんが言ったこと、お姉ちゃんが正しきさんをナイフで刺したなんて。お姉ちゃん、いい加減にしてよ。どうして教えてくれないの。なんか理由ありそうね。茜、これは私だけの問題ではないのです。巴さん、こんな苦しそうな顔をするの初めてだ。今日の法廷でもしてたけどな。確かに2年前私は警察局の一員でした。すごかったんですよ、お姉ちゃん。ああ、このツートップかっこいいな。ガント局長とお姉ちゃんのチーム、今でも刑事課の伝説なんですから。かっこいいな、この茜さん。ガント局長、当時は警察局副長でありながら捜査の現場にいたのです。なんかすごいな、新選組にいそう。ガント海事は私にとって憧れの捜査官だったのです。二人でコンビを組んでスカッと解決、かっこよかったな。自慢のお姉さんか。嬉しそうだな、茜ちゃん。でも今は首席検事ですよね。何があったんですか。私はもともと検事を志望して。あ、そうなんだ。へえ、会社で志望した部署に行けない人みたいだ。なんか刺さった、痛い、警察局で捜査の現場を学んで転校するつもりだったんですよね。 SL95 事件の解決でガントの力は決定的なものに。彼は警察局長に就任して私の検事局への移動を決めたのです。2年前の捜査、もう少し詳しく聞いてみよう。そうだね。2年前、私は副主席捜査官として青影を追っていました。副主席、すると当然主席はガント海事ですか。私とガント捜査官はオフィスも共有して、
あ、オフィス一緒だったんだ。捜査に取り組んでいました。ガント局長とオフィスまで一緒だったのか。そんなことあんだね。私たちの下についたのものも皆優秀な捜査官でした。そうね、この人たちか。捜査責任者の正しき捜査官ザイモン京介に一ノ谷京香。特にザイモンは初めてお父さんと組んで張り切っていました。初だったんだ。初タッグだったのか。青影城は間違いなく連続殺人事件の犯人でした。私たちは本人に任意同行を求めて証拠をつかもうと必死だった。そんな時あの事件は起こったのです。あんな潜在写真連続殺人犯以外撮らないよな潜在写真なのか知らんけど、茜ちゃんの事件。私を助けようとしたザイモン健二さんが青影に、あの事件第一発見者はこの私自身だったのです。初めて聞くぞその情報は。聞いてみよう。あの日取り調べはガント捜査官とザイモン直人検事が担当しました。捜査は大詰めを迎えていて青影も焦っていたのでしょう。ガント捜査官たちの隙をついて取り調べ室から逃走したのです。そんな連続殺人犯でもなんか逃がすなよとか言うけど、この後ろの人にはやや荷が重いよな。俺殺人犯と同室させられちゃうんですかみたいな感じになるだろうな。青影が逃げ込んだのはガント捜査官と私のオフィスでした。そこに私がいたんだね。あなたが最初に駆けつけたんですか現場に。そのようです。あれ、あ、そうか、被害者の後か。私は取り調べには立ち会わず資料の整理をしていました。うわ、こんな感じだったのか。オフィスに戻ると3人の人影が倒れて血の匂いがしました。3人、殺害されたザイモン直人と気絶した茜ちゃんと犯人の青影ジョーです。格闘の際にザイモン刑事は最後の抵抗をしたようです。青影は現場で軽い脳震盪を起こして倒れていました。それであなたは。さすがの私もパニックになってしまって。まあそりゃそうだよな。大事な妹がとにかく茜を現場から運び出して解放しました。そりゃそうだよな。妹さんが襲われたんだから。でも現場を保守しないといけないんだけどな。捜査官は一番分かってるはずなのに。そして青影を緊急逮捕したのです。結局全員が関係者だったんですね。 SL95 事件の逆転裁判のいいとこだよな。なんか結局全部つながってくるみたいな展開すごい好きでさ。そう、不思議なものですね。僕はそうは思いません。え、どういうことですか。関係者が全員過去の事件に関係しているなんて偶然とは考えられないよ。でも2年前に解決した事件なんですよ。その解決が認められなくて彼はあんなことをしたんだ。ザイモン巡査、彼のことは私もずっと気にしていました。弟さんを亡くしてからすっかり人が変わってしまって。あ、やっぱ変わっちゃったんだ。うん、俺もねパワーハラスメントを受けてから会社では変わったよね。あ、冗談ですよ。やっぱり青影の裁判に納得できなかったのかな。一つの事件が終わっても人生は終わってくれないのです。その記憶を一生抱えたまま生きるしかない。全員がその事件を背負ったんだな。 SL95 事件をまだ終わっていないかもしれません。茜ちゃんが襲われたのは警察局なんですよね。ガント・カイジと私が一緒に使っていたオフィスです。現在は警察局長室、ガント局長が一人で使っています。行ってみるか局長室。 SL95 事件の現場へ。なんか現場とか嫌だよな。現場で仕事したくなくない。どこだ、警察局行けばいいのか。お、糸の子刑事は見当たらないね。なんか今日は特に静かな感じがしますね刑事課。確かにね、課長さんは相変わらずだけど。あの、もう少し他の人の話を聞いてみません。そうだな、また後で来てみようか。この後、エントランスかな、行くとしたら。お、あ、ザイモン。よう、バンビーナ。あ、ザイモンさん。今朝目が覚めた時こんな一日になるとは思わなかったよ。捕まえなくていいのかこいつ。傷害罪を犯したぞ。人生なんてケセラセラ。わからないものさ、バンビーナ。隣の山田くんが出てきた。劇場版のビリーがつけた花が枯れたのが全てを予言していたのかもな。ビリー？サボテンじゃないかな多分。どこか行くんですか。ちょっと検事局まで事情聴取にね。任意出頭という形だがもう戻ってくることはないさ。悪いが今日は証拠保管室には入れねえぜ。ダイモンさん、どうしてあんなことしたんですか。さあな、あの事件だけは答えを知りたかったのかな。まあ弟が死んでるからな。すみませんけど検事局へ出頭する前に話を聞かせていただけますか。今日はステーキ弁当はなしのようだ。だろう、お前やったこと考えたらちゃんと話した方がいいよ。あの裁判は最初から怪しかった。
それはおそらく捜査に当たった全員が感じていたはずだ。まあ、捜査官は一番感じるだろうな。怪しかったというのは、俺たちの捜査と食い違う事実が報告された。例えば凶器だ。え？凶器？この先の折れたナイフですか？確かにそいつは青影ジョーのものだった。しかし最初の解剖記録では一つの疑問が示されていた。疑問？あのナイフは被害者の傷口と微妙なズレがあった。ああ違うかもしれないってことか。どういうことですか？本当の凶器はあのナイフじゃなかった。そういう可能性さ。なるほど。しかし提示された記録からはその可能性は消えていた。隠蔽と捏造だったのか？だったのか？だな。ああまあでも挙げた報告と違ってたらそりゃ違和感を感じるよな。あの事件は俺たちに大きな傷を残したのさ。SL95 事件が残した爪痕。爪痕先に聞いてみるか。この事件には裏がある。裁判の後思い知らされたよ。捜査に関係した捜査官が一人を除いて全員整理された。全部移動させられたってことだもんな。お京は首を切られ、俺は小部屋に押し込まれた。正しき捜査官は整理されなかったんですか？あいつまで切っちまったら総監クラスの耳に入っちまう。やつらには都合が悪かったんだろうぜ。やつらっていうのは一体誰ですか？気を悪くするなよバンビナ。まあガントたちだろうな。ガントと姉ちゃんだろうな。ガントとトモエさ。ガントとトモエ先に聞こうか。ガント海主席捜査官と副主席のホオズキトモエ。ホオズキトモエってめっちゃ言いにくいわ。この写真めっちゃ好き。警察局では知らないもののない名コンビだったぜ。彼らがそのキャリアに決定的な大手をかけたのがあの事件さ。SL95 事件の後、彼女は検事局へ移ったんですよね。ああ、新局長に就任した、ガント海事が手配したのさ。検事局に移動してからさ、彼女の様子がおかしくなった。彼女を知っている奴は口を揃えて言ってるぜ。ホオズキ首席検事は捜査官だった頃とは別人だ。どんな感じだったんだろうね。アカネちゃんも言ってたな、そんなこと。一体お姉ちゃんに何があったんですか？残念だが彼女の闇は深すぎてね、俺の手には負えなかったよ。トモエさんの秘密は2年前から始まっていたんだ。まあ SL95 がだいぶ関係してそうだな。優秀な検事だったよ。俺とは違って頭が良くてな。優秀そうな顔してるもんな、うん、合コンで言ったら3人はお持ち帰りできそうなぐらいの顔してる。そんなことないですよ、真面目な人ですからね。当時捜査官になったばかりの俺と組んで一仕事。そんな矢先の事件だったぜ。いくつだったんですか弟さん？当時27歳だったよ。若いな。まさにあの日最高の栄誉をつかんだばかりでね。最高の栄誉、検事オブザイヤー。検事オブザイヤーさ。で出たよ。そんな顔しないでくれよ。検事にとっては名誉なんだろ。ザイモンさん、弟さんのことになると優しい顔になるな。いやー仲良かったんだろうな。それ、SL95 事件が起こった日、それってまさか。そう、今回と同じ証拠品の申し送りの日だった。いやー偶然とは思えないよな。そうだったんですか。朝から冷たい雨が降っていて夜には雷が鳴り出した。あれから2年、俺は事件を死なせないために証拠品を奪おうとしたのさ。しかし誰かがそれを阻止しようとしたんだ。正しきさんは殺害されて保管庫は空っぽになっていた。なるほどな。さて俺の話はこんなところだ。楽しんでくれたかいカウボーイ。参考になりました。今日の法廷ではっきり分かった。俺の敵は三剣の坊やじゃなかったんだってね。あ、みっちゃんへの恨みは、2年前不正な証拠で有罪判決をもぎ取ったのはあの男だった。しかし証拠を揃えて戦術を組み上げ与えたやつがいた。黒幕がいたんだな。ガンと開示だ。まあもうすぐ巡査ですらなくなる男のたわごとさ。まあクビになっちゃうだろうな。ペーしたな今。何をペーしたの？一度組んでみたかったよ、科学捜査官になったあんたとね。ダメー、なんか泣いちゃうかも。ダメかも。それじゃあなバンビーナ。この人もな、悪い人ではなかったんだろうな。あれ検事局の上か。よいしょ。今日は誰もいないね。お京さんも。証拠鑑識の謎が強烈でしたからね。検事さんたちあっちに行ってるんじゃないかな。でも今日の法廷ではっきり立証したからね。事件当日の5時15分、証拠鑑識で事件はなかった。それってなんか一歩前進したような気がするけど、結局トモエさんが怪しいってことになるかな。うう、明日までに全て答えを見つけないと。
上級、あ、警察局エントランス違うな、上級検事室。どれ、みっちゃんいるかな。いませんね、三木検事さん。また査問会で絞られているのかな。今日もひどかったからな、法廷。お姉ちゃん認めちゃいましたからね、2年前の不正。とにかくまた後で来てみようか。オフィス行きたいんだけどな。あ、ここいつも人が少ないけど今日は特にひどいな。刑事課が静かというのは忙しいのかな、やっぱり。ああ、みんなは今大会議室でどんちゃん騒ぎだよ。あ、課長はどうしてそのどんちゃん騒ぎに。課長さんが話しかけてきた。首席検事の爆弾発言に三剣検事のこれからの処置、マスコミ対策に明日の裁判、もうひどいことになってるな。まるでそう、盆と正月がいっぺんに来た感じさ。地獄。それはおめでたいのでは。あの、私たちガント局長さんのお部屋に行きたいんですけど。渡り廊下で隣のビルに行ってエレベーターで最上階だよ。え、行っていいんですか。私たちいわゆるその一般人ですけど。あ、いかん、そうだった、ダメだよ行っちゃ。さすが糸の子刑事の上司だけのことはあるな。じゃ早速行ってみましょうか、局長室。いいんかい。まあ行ってみましょうか。どれ、うわ、なんだこれ、すげえ。しかもなんだこれ、なんか高精度プリンターでプリントしたみたいな写真。どれどれ、でででー、すげえな、すげえな、パイプオルガンあるんだ。 BGM もパイプオルガンっぽいもんな。ここがなんだ、ここ、局長室ですよ。外にそう書いてあったから。あの巨大なパイプオルガン、信じられないけど本物だぞ。私ね、幼稚園の頃オルガン習って、すげえ、ゆり組のバッハなんて呼ばれて天才気取りでしたね。すげえな、弾けるんだ。どれどれ、ドアどこだっけ。どうしても俺パイプオルガンを聞くとさ、ドラえもんズを思い出すんだよな。これ分かる人いるんだろうか。ドラえもんズのあの一番最初の不思議な不思議な不思議な中、死ぬかと思った。あれ、お、ガント、なんだ君たち来てたんだ。局長さん、読んでいた書類をデスクの引き出しにしまったぞ。どうなのよ、なるほどちゃん、泳いでる最近。あ、いえ、最近ちょっと忙しくて。こっちも大変よ、ほんと。ザイモンの兄貴の不始末とかね。あの、どうよ最近泳いでるっていうテンプレのワードを偉い人が使うのって、その細かなその人のリアクションで全てを察するためらしいよ。あ、ちなみに今のその話はあの僕の今さっと思いついた作り話です。気にしないでください。ともえちゃんまでとんでもない発言してくれちゃってさ。とんでもない、ああ、証拠品の捏造ですか。あの事件から2年ねか。あやいもんだわ、ほんと。ほら、あそこの壁にでっかい写真があるでしょ。あるね。ともえちゃんとナオトくんと3人で撮ったんだけどさ、これがザイモンさんの弟、ザイモンナオト検事か。3人で頑張っていこうなんて言ってたんだけどね。ああ、なんだろうこの写真、微妙な違和感があるような、いろいろあるな、微妙な違和感が。なんか見覚えもあるしな、なんか。なんだこの間、怖いよこの人のこの間。あー、悪いんだけどさ、僕後始末で忙しくて、今日はここもう閉めちゃうから一緒に出ようか。え、あ、でもここってその現場なんですよね、2年前のあの事件もう終わったんだから今更捜査する必要ないってさ。でもできれば調べたいんですよ僕たち。もう一度言わせるの、今更捜査する必要はない。じゃあ出て出て、そろそろ会議に行かないとさ。調べらんなかったか、クソ、追い出されちゃいましたね。やっぱりあの事件は終わってないんだよきっと。なるほどさん、ガント局長は現場を調べられることを拒否した。そこには必ず何か理由があるはずだよ。じゃあ、あの部屋には手がかりが何かないかな。局長室を調べる方法、なんかどうにかね、こじつけていきたいな。お、検事局行ってみよう。あ、あんたたち、糸の子さん一緒に連れてってよ。今まで会議ですか。ま、ちょっと一休みっす。肩が凝っちまったっす。そんな堅苦しい会議だったんですか。
いや、その自分はお茶を入れてたっすから、みんなの外され続けてんな。今日も外されてんのか。それよりあんた、三剣賢治には会ったっすか。三剣どうかしたんですか。もう検事局も警察局もえらい勢いで暴走してるっす。まるで裁判中のあんたと三剣賢治のごとくそれはきっと大暴れなんでしょうねやっぱり騒ぎの原因はお姉ちゃんの発言ですか。そうっすね、平たく言えば2年前の捏造っす。三剣賢治は今世界中を敵に回してるっす。糸の子刑事が仲間だろ。そんな話聞いてみよう。でもどうして三剣は。あいつは何も知らなかったのに。実際に不正をしたのはその巴さんだったんですよね。うん、まあ実際に法廷に立つのは検事っすからね。まあ出したのは検事ってことになるのか。それにもう一つ、知っての通り三剣賢治にはずっと黒い疑惑があったっす。ああ、それがただ三剣賢治にはずば抜けた才能があったっすから、今まで反対派も手を出すことができなかった。じゃあ今までくすぶってた敵が動き出しちゃったんだな。敵が多かったんですか、三剣賢治さん。検事局と警察局は才能だけが物を言う世界っす。若いむき出しの才能は敵を作る。それは宿命っす。まあ出る杭打たれるって言うからな。よう糸の子、頑張ってるな今日も。す、今度また飯をおごってやるぞ糸の子。す、のこさんまた連れて行ってくださいね、あの店。す、めちゃくちゃ好かれてる。刑事さんには敵が全くいなくてま、自分はうまくや、まあでも糸の子はうまくやりそうだよな。とにかく自分は心配っす。この嫌な流れに三剣賢治が折れてしまわないか。まあ三剣は大丈夫だよきっと。みっちゃんはね、実は資料を調べてみたっす、お茶を入れながら。本気で心配してるんだな三剣のこと。それで何かありましたか。ズバリ全ての手がかりは奴の最後の犯行にあるっす。最後の犯行というと、少女を救おうとした財門検事が殺害された事件っす。ああこれな、私のことだ。この子のことを気づかなかったみたいだな糸の子刑事。まあ名前がリンクしないのかもな。この事件で青影は致命的な証拠を残してしまったっす。その証拠というのは、確か凶器だったっすけど。あー、なんか捏造されたみたいなこと言ってたな。まあ詳しいことはこれのどこかに書いてあるっす。本当こしゃくな刑事さんだよな見せてみましょうか凶器を。何か思い出してくれるかもしれません。あー、じゃあ突きつけてみようか。先に忘れないうちに。これっす。これなんですけど、これはもしかしてあれっすか。 SL95 事件と書かれたタグがついています。先の折れたナイフ、あの事件の凶器ですよね。なんであんたがこのナイフを知ってるっす。あの事件はとっくに解決されて証拠保管室に入ってるはずっす。事件のあった日、証拠保管室から忽然と消えて三剣賢治さんの車のマフラーから出てきたんです。ああ思い出したっす。青影城が最後の犯行で残した致命的な証拠、そのナイフを見ていたらピンときたっす。また忘れないうちに早く聞かせてください。聞いてみよう。先にこっち聞いてみようかな。このナイフ青影のものなんですか。なんか違いそう。あ、そうか、そうっす。買った店も判明して青影の指紋も付着していたっす。でも実際にこれで刺したかどうかはわからないんじゃ。そこがやつの運の悪いところっす。ナイフをよーく見ると、なんと刃がポッキリ折れているっす。よく見なくてもわかりますよそれくらいとにかく折れた刃の先が発見された場所、それが決め手になったっす。どこだったんですか。被害者財門直人検事の体内。あ、中で折れちゃったってことか。中折れしたんだね。刺された際の傷の奥からナイフのか、刃のかけらが、それが青影のナイフにぴったり一致したっす。これか、新しく出てきたな。なるほど、科学的ですね。証拠品、財門直人の科学、解剖記録のデータを法廷記録にファイルした。背後より一度心臓部を刺され出血し、傷の奥からナイフの刃先を発見。うん、飛び出しナイフ、青影城のものだね。なるほど、青影城、犯行当時42歳、ごく普通の会社員だったんだ。連続殺人犯なんですよね。なぜそんなひどいことを。ある日会社からかの帰りに車で人を引いてしまったっす。車で、それって事故ですよね。しかしその瞬間から奴は危険な野生動物に。野生動物。その事件を目撃した男性を殺害。
その死体を埋めて散歩中に見られて殺害、そこでやっと任意出頭。めちゃくちゃ殺したな。すごいガンガン殺しまくったのをなんかパーって自動で回したのは逆転裁判側のあれなのかな、気遣いなのか。迂闊な野生動物ですね。今あんたに話したのはあくまで推測っす。証拠は全くなかった。すごいね。それで任意出頭を。取り調べ中に逃げ出して最後の犯行、ザイモン検事を殺害したっす。その場で逮捕されたっすが、その犯行すら見られていたっす。最後の目撃者が無事で本当よかったっすね。最後の犯行の目撃者、この子か。とりあえず自分に分かるのはこんなところっすかね。最後にもう一つだけお願いがあるんですけど。なんす？お金ならガント局長に頼んだ方がいいっす。5000円そのガント局長のことです。局長室は現場なんですよね。ザイモン直人検事が殺害された事件の。局長さんが出かけちゃってロックされちゃったんです。あの部屋調査してみたいんです。私たちそんな権限ないだろ。実は捜査官の ID を使えばロックは開けられるっす。そうなんですか。でも一般の人間を局長室に入れたら背任罪に当たるっす。背任？わかりやすく言えばクビになっちゃうっす。そうなんですか。悪いっすけど自分あんたのためにクビになるのはごめんなさいっすから。それは誰も無理だよ。じゃあこの正しき捜査官の ID で。それはダメっす。亡くなった日にデータは抹消されたはずっす。もう使えなくなるんだ。そんなリアルタイムで消されるんだな。つまりあの部屋を調べるにはこの人に頼むしかない。何か刑事さんの気持ちを変えるようなものが必要ですね。なんかあるかな。なんか変え、気持ちを変えられそうなもの、今のところ思いつかないな。どうだろう、これとか。ダメか、一匹の刑事としてこれだけは断言しておくっす。心当たりのないものには断固沈黙を守るっす。構いませんよそれで。ちょっと他のとこ行ってみようか。みっちゃん、みつるぎ戻ってるかな。いましたよ。なんか書いてます。なんだこんなところに。みつるぎのやつ書いてたものを慌てて床に捨てたぞ。始末書かな。大変だったな今日の法廷も。この2年間私は常に疑惑の霧に包まれてきた。今さらどうということもない。元気出してくださいね。私応援してますから。こいつは昔からそうだった。本当に苦しい時こそそれを隠そうとする。それで何の用だ。こう見えて私も忙しいのだが。どれどれ。捏造の事実、言い訳は無意味だ。2年前私は偽の証拠によって有罪判決を得た。これは拭い去ることのできない事実なのだからな。でもお前は知らなかったんだろ。それが捏造された証拠品だったなんて。警察局と検事局は2つで1つなのだ。その信頼関係が壊れた時我々は全てを失うだろう。警察局のミスは私のミスで、担当検事である私の責任だ。でもちゃんと偉いね、責任取るのは。理由など問題にはならぬ。みつるぎ検事さん、私は自分の仕事に誇りを持っている。それなのになぜここまで心が乱れる。やっぱりショックは隠しきれないみたいだな。まあショックはショックだろうな、知らなかったんだしな。実際明日の法廷お前やれそうなのか。去年の事件といい君に心配されてばかりだな。正直歯がゆい。まさか担当検事を外れるなんてことは。明日は最終日だ。今さら担当を変えることなどできない。それが上層部の本音だろう。2年前のあの事件が今さら私の足元を救うとは。それはあの事件の証拠品リストだ。確かに妙に少ない気がする。リストの大きさもいつもの半分ほどだしな。半分、確かに少ないな。ザイモン直人検事が殺害されて私は彼の代わりに法廷に立った。捜査には加われなかったが与えられた証拠で罪を立証する。当時はそのことしか頭になかったよ。そういえばその頃の写真を見かけましたね。あの写真何か違和感があったっけ。写真見せてみるか。よいしょ。これだね。くらえ。ガント局長の部屋にこんな写真が飾ってあったよ。何の違和感だろう。ここは割れてていいんだよな。ザイモン直人検事か。将来が期待されていたよ。検事オブザイヤーを受賞した時の写真のようだ。そういえば気になることがあるんですけど。
何だろうか。ザイモン賢治さんが手に持ってる商品、三剣賢治さんのとちょっと違いますよね。ああ確かに。ん、何が違うんだ。そう、思い出したようだ。あ、何をだ。2年前まで賢治局長の商品はあの形が正式だった。あ、剣か。もちろんそれにはちゃんとした由来がある。由来？ちょっと興味があるな。聞かせてくれるか、その話。簡単なことだがな。矛盾、あ、矛盾か。あ、矛がねえんだ。それが答えだ。話、矛盾？これ突きつけたりしていいのかな。縦しかないもんな。本当は剣、あ、剣がないね。なんで俺はこれに気づかなかったんだろうか。見せてみよう。いつまで置いとくんだよ、せっかくもらったのに。そんなものにはすでに何の意味もない。すでにって、それは去年の私の姿だ。振り返ることに何か意味が。あ、ちょっとムカつく。あ、問いかけられたよ。ちょっぴり腹立ちますね。だよな、だよな、腹立つよな今の。あの、それより私少し気になるんですけど、この盾なんか違いません？違う？法廷記録にもう一つあるじゃないですか、盾が。見せてみるか、もう一つの盾を。この写真は見せたな、そういえば。話してみようか。事件当日のこと、最後にもう一度事件があった日のことを聞かせてくれ。正しき捜査官が殺害されたあの日、お前警察局の式典に参加していたんだよな。式典は好きではない。しかし欠席するわけにはいかなかった。やっぱりこれですか。まあね、表彰される本人が欠席するわけにもいくまい。仕事を午前中に片付けて車で検察局に向かったのだ。仕事を片付けた？ああ、つまらぬ事務仕事だ。その日はもう検事局に戻るつもりはなかったからな。直帰する感じだったのだ。だからあのホワイトボードに直帰って書いてあるの。三剣直帰って。あの頼み事をされるまでは。頼み事ですか？ああ、こいつだよ。ああ、なんと局長さんから頼まれたんでしたっけ、それ。すでに半年前解決した事件の証拠品だ。これを検事局に持って帰ってほしい、そう言われたのだ。確か昨日も聞いたな。あの日検事局に帰ってきたのは局長に言われたからなんだな。まあそういうことになるが。矛盾、矛盾と書く。この言葉の由来は槍のような武器矛と武具である盾だ。この言葉には有名な物語があるのだ、だが知っているな。ああ、聞いたことはあるよ。ちょっとど忘れしたけど、忘れたんかい。あんだけ矛盾矛盾言ってのに、中国の古い故事だ。故事って古いから故事って言うんじゃないの？そういうわけでもないのか。なんでやねん、この BGM。昔、その国にある武器商人がいた。王の前に出た彼は2つの商品を取り出した。1つ目は全てを貫く矛。どんな武具も貫く最強の武器だ。もう1つは決して破れぬ盾。どんな攻撃も防ぐ最強の防具だ。あれ？意義あり。その証人の発言は明らかに矛盾している。その証人ではない、その証人だ。ラッパーみてえな。その通り、この矛と盾は互いにありえない存在だ。王は証人に尋ねた。ならばその矛で盾を貫いたらどうなるのかと。その証人は言葉を失ったという。そこから矛盾という言葉が生まれた。これはね、実際この2つをぶつけたところ追消滅してね、宇宙が滅びたっていう話があるんですよ。あ、これも嘘なんですけどね。あ、もしかして割れた盾と折れた剣は、その商品は、その商品というわけだ。中国の物語は商人が答えに詰まったところで終わっている。しかし我々はその先にある答えを追求しなければならない。だからどっちも壊れてんだな。その結果がたとえこのように醜いものであってもな。へえ、勉強になりましたね。なるほどさ。でもちょっと変じゃないか。じゃあお前の商品にはなぜ盾しかないんだ。私にもよくわからない。2年前ガント局長の 提言で矛は廃止されてしまったらしい。へえ、ガント局長が、ガント局長の発案で折れた矛が廃止され現在の形になった。へえ、なるほどな。他になんか見せたいものあるかな。これぐらいか。これ見せてみようか。ペロ。あ、ダメかもしれない。なるほど、担当検事であるこの私が君と事件の話をしながらお茶を飲むとでも。いやいや、これは関係ないんだろ、事件とは。あ、話できた。む、確かに。あの日局長さんから頼まれていたんですよね、警察局からここへ持ってくるようにって。あの局長、
やり手なのだがたまに意味がわからないことがある。全部意味ありそうだけどな、ああいうやつって。まあやり手ではない以上、上意味がわからないよりはいいか。ある刑事さんの顔を思い浮かべたようだ。かわいそうに。まあ話は聞いたな。どうにかして現場調べたいけど、なんか心変わりできるようなものまだ見つかってないな。あ、なんかそちら、あ、オスオス、最高級和牛の新玉。新玉って何？あ、肉の部類か。新玉 90g でよろしかったかしら。なんかクソうまい肉食いたくなっちゃった。お、お京さん、すでに弁当ですらない。